中央区議会議員高橋真希子です。今日は私は朝潮運河親水公園に来ています。この右手に豊見小学校、今学校のチャイムが聞こえてきました。左手にはホットプラザ晴海、その奥に清掃工場があるこの綺麗な明るい川辺の公園です。裏が豊見町と勝どきという感じで位置しています。着々と進む商業施設の予定地や小学校や中学校の建設予定地などを見て回りました。ホットプラザ晴海や清掃工場の周りはたくさん工事が進んでいて、とても周りの風景が変わっていたことに気づきました。まだ明るいこのお天気のもと、皆様もお時間ありましたらぜひ散策をしてみてください。こちらの区政報告レポートが完成いたしました。今年の活動、主に9月の一般質問や決算委員会などの内容をまとめています。こちらご希望の方郵送いたしますので、お気軽にご連絡ください。皆様に読んでいただけたら嬉しく思います。